ご視聴ありがとうございます。 DJ イグサがお送りしております昭和の朗読。今回お送りいたします作品は、野村鼓童作、池田大輔光明帳より、黄金秘仏。それでは本文をどうぞ。第七章、疑わしき人々。隣の娘お清の話は、大輔が考えたよりももう一倍怪奇なものでした。路地で喧嘩していた男が二人、いきなり殴り合いが始まったと思うと、一人は出し抜けにこの家へ飛び込むんじゃありませんか。どんな男でした？町人風の若い男でしたよ。表から入って隠れ場所でも探したのでしょう。しばらく中でゴトゴトしていましたが、もう一人の男が、やい、出てこい、出てこなきゃこっちから入っていくぞと言って、続いて家の中へ入ると、先の男は裏口から逃げ出し、後の男もそれを追っかけて飛び出してしまいましたよ。なんか取られたものでもあります、おばさん？お清は思いのほか達弁にこう説明しております。美しいというほどの娘ではありませんが、物言いから体の扱いようが派手で、何から何まで芝居の娘方を思わせます。その男はうちの中に長くいたでしょうか？大輔は、おけや大五郎のせがれに帰った心持ちで、こう丁寧に聞き返しました。タバコ二服も吸うほどもいたでしょうか？二人とも町人風で？いいえ、後のは遊び人風の男でした。小粋な威勢のいい。大輔はうなります。大輔、泥棒はその野郎だよ。こんな狭い家だもの、金目のものを探す段になれば、誰だって第一番にお仏壇に目をつけるから、ばあさんの隠した仏像なんかすぐ見つかるよ。親父の大五郎もせがれの真似をするともなく、少しばかり知恵を働かせました。お父さん、それは一応もっともですが、タバコ二服吸う間にこれだけうちの中を荒らせるものじゃありません。タンスのうちから引き出した小袖のたもとまでひっくり返してあるじゃありませんか。なるほどな。どうもせがれの方が知恵では上手です。仙太郎。へ。大輔は入り口の柱へ指に唾をつけながら、へへののもへじを書いている雨屋のせんちゃんを呼びました。ここへ来い。ダメだよ。何がダメだ。親方が目を向いてるぜ。そばへ行くとあの金尺で食らわされるんだ。せんちゃんはまだ半然としない大五郎の方を上目遣いに見ているのでした。よしよし、それじゃあわしの方から行こう。大輔は入り口へ顔を出して、何やら仙太郎に言いつけ、また奥の縁側へ引っ返しました。すると悪者はやはりあの地神売りだったでしょうか。いい男でそんなことをしそうもなかったのですが、とお清は続けました。その頃、江戸を商売して歩いた扇の地神売りは、大概道楽者の落ち果てたので、様子の良いのを資本に物持ちなどに呼び込まれると、器用に扇の地神を畳んで売って歩いたのです。それは一人で？と大輔。ええ、たった一人でした。それともあのラオヤの親父でしょうか。うるさいほど笛を鳴らして、四半時も路地の中にいたようですが。それも一人でしょう？ええ、一人でした。真昼の神楽坂裏、一人で入ってこれだけの仕事はできない。外で見張っている相棒があったはずだ。大輔は独り言ともなく言うのでした。ではやっぱりあの豆腐屋かしら。小僧さんを連れて、ついそこの辺で見かけない豆腐屋でしたが、路地へ入ってどこで買った様子もないのに、ずいぶんしばらく経ってから出ていきましたが。お清の話は次第に大輔の壺にはまってゆきます。ありがとう。それで大方わかりました。路地で喧嘩をした人間と豆腐屋の新しい顔を探したら、
大方見当がつくでしょう。大助は寂しくにっこりしました。その自信のない顔は日頃の大助と何という違いでしょう。親の命をかけた事件だけになんとなく気遅れがしたのかもしれません。第八章、大助の嘆き。何を取られなすったのです、おばさん。お清は重大な空気に怯えたようにそっとお市の袖を引きました。何でもありませんよ。でもお留守を頼まれたのは私ですから心配でなりません。どんな品を取られたのでしょう。教えてくださいな、おばさん。でも、言いしぶる母親、それをかきのけるように、おっかさん、申し上げても構いません。せっかくあんなにおっしゃってくださるんだから、それとも私から話しましょうか。大助はその秀麗な顔をお清の方に向けました。実は身にも命も変えられない品を盗まれたのです。さる御大家の重宝で、大公儀から毎年品調べのある諸越伝来の黄金秘仏、母が持病平癒の祈願を込め拝借して仏壇の奥に安置したのがなくなりました。その黄金仏が出なければ、いや出ても万万一傷でもつけば、そのご大家は取り潰し、母に尊仏を貸してくだすったご母堂も生きてはいらっしゃるまい。ご恩になった方々の一心一家に関わる大事、父や母が自害する気になったのも無理はありません。ことによればせがれの私が解釈してやることになりましょう。せっかくお好き屋橋から駆けつけても、母親の命を救うこともなりません。打ちひしがれたように池田大助、その沈みきった顔にも正気のない声でも、なんとなく必死の心持ちがみなぎります。せめて日の暮れるまで、この大助の知恵の限り、命の限り、黄金秘仏の行方を探しましょう。それでもわからなければ、私も白むくを着て両親の死でのお供をするほかはない。お清殿とやら愚痴を申してすまぬが、打ち明けて申せばかようなわけでしてな。大助は腹を切った円や半眼のように畳の上へがくりと手を落としました。背に迫る死神にお清は身を震わせました。おじさま、おばさま、短気なことをなすっちゃいけません。黄金秘仏とやらはきっと出てきましょう。お清は急に立ち上がると、物に襲われたように裏木戸をくぐって自分の家へ駆けつけたのです。その後ろ姿を見送って、大助、お前も死ぬ気かい。黄金秘仏は見つかる見込みはないのかい。母のお市はたまりかねてにじり寄りました。おっかさん、静かにしてください。今面白いことが始まりますから、と大助の言葉の予想外さ。それどころではないよ。私はとっさまは年寄りだし、この先生きていたって大した芳しいこともあるまいから、死んでも惜しい人間ではないが、せっかく大岡様のお情けで士分にまで取り立てられ、そんなに立派になったお前が私たちと一緒に死ぬというのは。おっかさん。大助の調子には幼い日の響きがありました。いえ、どんなことがあっても私はお前を殺しはしません。黄金秘仏がなかったところで、お父さんと私が死ねば、いえ、私一人だけ死ねばいいんだから。お市の目は濡れておりました。大助の打ちしおれた絶望的な様子を見ると、心の底から母性愛がよみがえったのです。何をつまらねえ、ババアなんか死んだって誰が驚くもんか。俺が死ななきゃこの舞台の幕は引けるもんか。大五郎はまだこんなことを言っております。